運営以外ももちろんいろんな仕事がありますし、収入も取り方あると思うんですけど、うんうん、だからこそアムウェイで頑張って成功できるんだよってことを逆に証明したいなっていうふうに、うん、チャンスをプレッシャーにする人もいれば、チャンスをチャンスとしていわゆる正論で取れる人もいるし、転換の仕方次第だと思うんですよね。いろんなことができる上で伝わっていくんだろうなっていうのはすごく思うので、自分がリーダーになるとしたら、うん、